んにちは、オルカファンタジーの世界の中で、夢が一つあって、いずれにせよ、最終的にはアニメーションをオルカファンタジーの中の劇場で皆さんと一緒に見たいと思います。こんにちは、アドバイザーの大畑です。来年はきっと素晴らしいゲームとあとコンテンツをですね、いろいろ用意してますので、楽しみにしてください。どうぞよろしくお願いします。こんにちは、戦略顧問をしております岡田と言います。今までの楽しみ趣味のゲームから人生の中で共に生活をしながら楽しむライブエンターテインメントのゲームであるオルカファンタジー、これからもっともっと楽しみ奥深いエコシステムを作っていく、そういう活動をしていきます。ぜひ皆さんもこのハイクオリティでとてもエキサイティングなオルカファンタジーゲーム、これからご期待いただければと思います。